集中力持たない。基本的にね、バカじゃないやつってやらかさないじゃん。で、謝罪することもないじゃん。俺の場合はね、ちょっとおバカさんだからね。バカなやつってやらかすし、そうなんつうのかな、納得いくような反省のやり方はもう放送もできないんじゃないか。そういうのが考えれないんじゃないですか。おそらく。うん。だったら自分、なんつうの？もう自分らしく放送するしかないじゃん。全くね、初めから割り切ったわけじゃないから、ちゃんと謝罪したからね。うん。うまっ。平常化してないけど、うん。なんだかんだだって文句言いたくて仕方ないんでしょ、みんな。いや、見ない方がいい、悪影響だし。みんなにとっても。外部でも言ってね、まともな人でも応援した方がいいよ。俺はそうやって思うね。うん。でも俺がこういう辛い時に支えてくれてるリスナーさんがいるとするなら、やっぱ思い出すし、うん、しかもね、笑ってるわけじゃないんだよ、俺こうやってだとエクボできるから、笑ってないんだよ、俺笑ってるだろうって言われても、笑ってなくてもエクボできるんだから。笑ってないっすね。ただの暇つぶしコメントって暇、他で暇つぶせよ。何で俺暇つぶすの。俺が一方的にタクシーの運転手に言ってたのと一緒だよ、お前ら。いじめだよ、なんか。ぼやけてる。お前を絶対落とす、見とけよって。何落とすって。落ちないよ、モンタンには。ほんと元ガチ恋リスナー困るわ。どうやって落とすんだよ。おい、落とすって何？恋に落とすってこと？何落とすって。ゼロワンをぶっ壊す。ぶっ壊せ。どうやって。ついた。いや、今日は髪型セットしてない。自分でセットしたかな。うん、警察呼ばれてない。鍵外してるよね。バカなのお前、ミクと女。見てこいよ、バカ女。元気になってきた。お前のアンチやめなよ、もう。もともと好きでアンチになるのとか、他に好きな人見つけなよ。ね。
な、やめてくれないもんですな。別に。え、まあどうしたの？奈々ちゃんと、うん、まあ当然じゃない？絶縁されて。またね、数少ないかけがえのないね、頼れる人がいなくなった。奈々ちゃんには直接謝罪したけど、もう奈々ちゃんも正直ちょっと疲れてたね、顔見たら。うん、前のゼロワンにはすぐには戻れないけど。お菓子ありがとう。翌日の配信めっちゃ楽しかった。不快じゃなかったな、あの放送。好きな配信者、今やってなくてもさ、いちいち嫌いな配信者で暇つぶす必要ないだろう。くーちゃんの料理でもつそうかな。くーちゃんの料理見る。だから前のっつうか、うん、いや、なかなか戻れないかもね。くーちゃん頭いいんじゃない？対立ばっかするから。俺が口で丸め込めれないかな。くるちゃん映していい？映、うん、していいって。なんかさ、パン作ろうと思ったんだけどさ、なんかさ、めっちゃ緩くなったんだけど、生地がやばい。どうしよう。
うしよう。え、もう発酵ささせてるんだけどさ。今から強力粉入れても間に合うのこれ。顔きしょ、すいません。梅ちゃんもう死ねコメントブロックするからね、次から妊娠してるのかな。でもそういう匂いがするよね。あのなんていうんだっけ、織物っぽい匂いがかすかに匂うんだけど、どういうことなんだろう。詳しい人いる？検査した方が。いや、いつだっけな、検査薬には出なかったらしいよ。2日前だっけな。生理来てないんだよ。性病なの。あと4日待ってこなかったらまた検査。いやーもう来たのかなーと思うけどね。がっつり匂うわけじゃないけど。電話しないでよ、もうなんでバレ、ちょっともう電話しないでよ、本当に。ちょっと本当電話しないで。ねえ。ちょっと本当ごめんなさい。電話しないで。もう本当ごめんなさい。電話しないで。大丈夫じゃないよ、もう配信切れない。え、本当にこれ誰だろうな、バラしたの。いや、俺電話番号そんな教えてないぞ。限られてくるな。来ない設定とかできないっけ？ iPhone ってできないんじゃなかったっけ？マジか。 iPhone ってできるの？